日本ファルコムコーポレーション。はい、というわけでこんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスオリというわけでイスオリジンの実況していきたいと思います。モクサの領域からスタートですね。この仮面 BGM が聞けるというのはなかなか幸運なことでございます。だからここね、結構ややこいんだよね。どっから行くんだっけか忘れちゃったな。こっち行けない気がするな。行けるか、とりあえず。あ、ダメか、ダメかな。いや、あれ倒せばいいのかな。とりあえずこいつ倒せるようにしたいね。とりあえずなんかアンデッドを倒せるやつみたいなのがあるんで、それは拾ってからの方がいいかな。うわー、ぬるぬるするぬるぬるする。いやー、敵硬い、硬いな、ちょっと硬いな。結構いけるとこ多くてね、調整が難しいかもしれん。いい、待って、強い、待って、硬すぎる、硬すぎる、硬すぎるやろ、レベル足んねえか。ちょっとなー、やっぱゲラルディがあんまり強、逆に強くないもんだから、ボス前であんまレベル上げてこなかったんだよな。まずいな、これ火力足んないわ。あと1レベル、あと1レベルとりあえず上げて、これまずいやつだね。あたたたたたた、強い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 、いや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 、死ぬ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 。行った、バーストしてて、これだ、待って、つらい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 、張って、これきついな、正直きつすぎる、きつすぎるな。これどうしましょうね、これね、ちょっと休んでいいですか。これまずいやつですね。あれ回復しない、回復しないのか、あれか、そっか、あれ回復したのってあれか、ああいう特別な、おお、レベルアップとか、忘れてた、レベルアップのやつだよ、あのマップだから回復したのかな、あの時、そういうことか。あー、でもだいぶこれで SP の取得量はっていうか、取得量っていうか、こっちのくれる SP が増えてきてるよね。ここで、てか、多分すぐレベル、またレベル上がりそうだな。1レベルでも上がっていけばかなり楽になるから、なんとかなるか。オッケーオッケー。んで、ここがね、どうすんだ、マスクオブアイズないんだよね。マスクオブアイズがないから、まあ、飛んでけんよか。あー、こぼれたー。拾いたかったー。ここ本来ならマスクオブアイズなんだよね。あ、うまい。あ、5000SP。うほ。すげえ、5000SP 手に入れた。ここね、いけないんで、これ、とんだけってことでしょ？これでしょ？ゴール編はこれなんだね。あれ、あれ、持たない、持たない、持たない。待て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 。惜しかった。てここ、取った。てアイテム拾わせろ、アイテムだけは絶対に拾う、警戒しろ。んで、あ、高木、あそこに高木箱がある。あ、左足、うまい。大理石の交流を手に入れた。はい、上だよね、この上に行けるんだけど、その前にちょっとあそこ渡りたいから、なかなかもないね、戻っていいか、一回戻ろう。で、あなたがここまだ取れない。ここは鬼で。あー、こいつが強いんだよな。こいつマジ強いんだけど。こいつばっかりはまだ強いな。レベル上がったけど。あ、これが一番効くはず。ヒットアンドアウェイでいこう。雑魚敵が強いっていうのもね、まあ悪いことではないよ。楽しめる。ゲームを楽しめる要素の一つだ。
で、ここに帰ってくると。これ上、どうやって行くんだろうね。多分連続で行けると思うんだけど、なんか溜めない方がいいのかな。溜めちゃったから、あれ？ここじゃない。連打できないかな。多分連打した方がいいと思うんだよね。今 SP 消費量下がってるから、うん。溜めちゃうとあれなんかな。試してみれば。溜めちゃうと連打できない。あー、できないっぽいな。多分溜めない方が良さそう。溜めないでいくね。行くぞ。スタート。届かなくね。マジレスると届かなくね、これ。あ、連打じゃダメなのか。こっち連打で。あ、また、なんかすごい無駄にやったな。そっか、じゃあ届かないんだ。やっぱさ、二段ジャンプあんのかな。うん、これで届かないっすね、あそこ。ってことはまた別のやり方があるんだ。オッケー。それが手に入るまで待とう。今が2万4000だったんだって次はね。2万4000でアイテム取得量、出現率を上げれば、さらに SP が多分稼げるはず。うん。です。右行っちゃうとね、危ないんで、とりあえずまずここかな。飛んでる。だ。やりづらい。多分2万4000多分すぐだな。とりあえず最初のマップ、初めてのマップは敵を全滅させていきたいんで、倒していこう。いいな。めっちゃ稼げる。あっという間ですね、これ。ここなんもない。倒していく。アウチ。あ、でもダブキルダメージ減ったね。これのレベルアップのおかげだね。どっちだっけ、右が確かニセだったかな。ニセっておかしいけど、確かこっちが行き止まりだったっけな。宝箱だ。あ、登れねえ。これ完全に登れないな。やっぱ二段ジャンプあるのか。手に入る順番が違うのかな。他のキャラ多分もっと早く手に入ってるよね、二段ジャンプ。と思うんだけど。キャラついてくるから、倒しやすいとか倒せばいい。いや、ちょっと上から降りるのかな。だいぶなんか覚えてない。あ、この左がさっきのとこか。宝箱だ。ロドナミューイクテニエルレーター。はい。なるほど。もう一回倒してからスルーしよう。いけねえな。あれ、これどうやって行くんだ。ってことはもう右しか行けねえのか。あ？あ？ここ鍵か。そこが多分仮で開くんだけど、いけねえな。逆から来るパターンだよね。これ動画上がいてもいけないもんな。そんなジャンプ力は上がらないので。ってことはもう右行くしかないな。あいつら倒せないからな。倒せないやつをスルーしながら戦うのか、ちょっと辛いな。他のキャラもそうしてたっけ。だってこの赤いやつ。いやー、こいつら、辛いな。あの、ついてこないでほしい。まあ、倒せるってか、あれか、破壊はできないけど、あの、一回動きを止めることができるんだよね。このように。あとは？やべえな。そう、こうやってね、黙らせることができる。なんか結構食らってない？上がるね。あぶね。やばい、数が多い。数が多いし、足、リュウさんに足を取られていく。これ死んだか？死んだのか？そうね、みんな殺しだ。一回上がれ。上がれ、上がれ、上がれない、上がれない。これ上がれねえぞ、どうやって上がるんだ？待って待って、低いとこ。あ、これか、ここか。あぶねえ、でも10しかないぞ。これ書いた方がいいか。
あ、ナイス、ナイス回復。あ、やべ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 。やっちゃった。あ、オッケー。あと1体か。あ、死んでる。死んでる。つら。ちょっと待って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 。いや、つらいよ、この状況。ちょっと上がれるとこここね。速攻だ、速攻。最初からバーストいけば。あー、降りちゃった。あー、ここ上がるんだね。オッケーオッケー。ぬるぬるするから一回避けて、ちょっと敵を引き、あーやべやべやべ、呼んじゃう呼んじゃう、敵はあんまりこいつを数を呼んではいけない。やべ、上がれない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 、まずい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 、上がれ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 、オッケー。あー、いや増えて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 、あ、やばたばた、ここそいけねえじゃんいけねえじゃん、ちょっと待って、え、あそこ右下どうやっていくんだ、おいおい、ちょっと待って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 、数多すぎだろ、一回消せないかな。あ、ルーがいる。これ上がれねえ。上がれねえ。やっぱり二段ジャンプ。あれ、ここで手に入るんだっけ二段ジャンプって。こんな遅かったっけかな。あと2体か。あの、右下のやつ、先に倒した方がいいんじゃないか、これ。やべやべ、これ、ここ辛い。あ、また上がれんじゃん。上がれる、上がれる、上がれるとこあんじゃん。あれ、上がれんのか。あ、上がれねえ。どっちだ、上がれるのか上がれないのか、どっちなんだい。上がれた。上がれたけど、わけがわからない。どうやって上がるんだ、上がれた。オッケー。さて、急げ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 、どうやって右下行くの、右下の A の行き方を教えてくれ、頼む、こうか、オッケーオッケー、余裕余裕で、これが開く、はい、こっちからしか行けないんだよね。で、左から行きますよと、まあ、上で開いてきて、結構エグいぞ。ちょっと多いな、君たち。いて、無茶すんな、無茶すんな。一体でもう倒す。なんか落ちてる。ちょっと待って、あー、もう滑っちゃって。滑っちゃって、やりづらいこと、この上なし。OK、ナイスレベルアップ。ふぅ、そんなもんだろ。で、なんも出ないし、まだ行けるとこは少ないな。だけど多分2段ジャンプ絶対必要だよねこれね、動画がいても必要だと思う、うん、あー硬いのこいつマジで硬い。あー結構火力まだあんな、まだ結構食らう。これ回復あるから。あーもう待って、痛いな、こいつマジ嫌い。こいつは嫌いだわ。いやーもうめんどくさいなー、ちょっともう。ほらー。うーん。なさい。んで、降りるしかないよね。うん。だね、降りましょう。で、ここで鍵が開くと。はい。あー、これボマーだね、ボマー。ボマー。どうしよっかな。バーストして、バーストして駆け抜けるのが正解か。勝て、めちゃくちゃ勝て、めちゃくちゃ勝てや。待って、場合によって1しか当たってないけど。うわ、20食らう。20か、20ならまあ。危ない危ない。あ、40、そうだね。ファーストしてて20だもんね。やべやべやべ、怖い。怖いよ。怖いよ。あ。いや。宝箱は出た。なんだ？何がもらえるんだ？これ2段ジャンプここでもらえるか？
金のブルセットは手に入れた。これを避けると多分2段ジャンプってヒートが体のフックの力がある。そうだブルセット、ああ来た、2段ジャンプ来ました、来ましたわですね。やっと、ああすごい、やっぱトール、ああもう余裕ですね、これ2段ジャンプあれば何でもできる。問題は1回帰りたいなっていうとこ。ああこっからあれか、戻るんだよね結局元のとこに。でこの上確かなんかあるんだよな、あるね、うん。ああそうそうか、あやべ上がるね、2回上がってジャンプするタイミング重要。早かったか、あ、いけるいける。ルビーを手に入れたい。え、これよく見たらこれ豪華だね。豪華のスキルでした。豪華じゃねえわ。うん。棒、なんだっけ。英語の豪だもんね、これね。豪華のスキルが強化された。どんぐらい強化されました？見た目にはあまりわからない。まあ、多分威力とかが上がってるんだよね。で、さっき行けなかったとこに行けるようになったということですが、あ、さすがに無理だね。あ、すごいよく行けるね。右か。この上に上がって、ん？あ、いいのか。行かざるを得ない。なんなら一回帰っていいかな？一回帰ろうか。セーブして、セーブ。難関を超えたので、いろいろと。しかもちょうどジャスト2万4000。神か？神なの？これは神。これでアイテム出現機が増加するので、これによって、だいぶまた SP が稼ぎやすくなるんじゃないかと。んで、あとが、まあ、状態悪化とかもつけたいんだけど、ね、いつもつけてないよね。また多分状態悪化回避とかもね、多分必要なんだけどね。まあ、あとはね、ブースト回復率増加と、スキルため時間短縮、スキル消費マジックは減少、攻撃射程を延長。これだね。ここを取っていきたいかな。もう一回セーブしちゃう。僕の悪い癖。どっから行こうか。なんか行けるとこいっぱいあったよね。たぶん、あの、ルーがいたところ、あそこは行って。行って。あ、ここ違う、ここ違う、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 違う。違うけど、お前、危害を加えてると言うさん。死にださーい。きてえな、マジで。こいつやだ、嫌い。てか、まだ硬い。基本的に硬いのね。これ、汗かく、開けていこう。なんもねえし。あるある。あれ、この左上が本命だったような気もするな。もう、もう、行って。振り抜けらんねえんだもんな、これ。だってあの右側ルーしか、ルーがいるだけだったっけ。あ、お回復。いや、まだこいつ倒せないからな。で、ルーに会って、もらうもんもらってこよう。でも、この先なんか進む道あったような気もするんだよな。あるよね。これ本命だね、これ。こっちが本命か。ルーの向かっているルーだ。こんなところで何をしてるんだか。ロードなんじゃあげる。デモングリーグを手に入れた。すまんな。ありがたく使わせてもらうぞ。にゃ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 。にゃ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 。これで、なんとか戦えるじゃない？ 156。確かこの腕が本命だった気がするな、結局。じゃあ帰ろう。でも2段ジャンプが手に入ったことで、だいぶ機動力も上がり、いろいろ便利になりましたね。で、ここでしっかり強化を、あ、強化できねえわ。3000かかる。ちょっと待って。お金足りない問題が発生。まあ、お金いうか SP ね。左からゴー。こいつ美味しいから勝てる。なんか全然増えてくれなかった。あ、増えてる。こいつめちゃめちゃ増えるからね。こいつ多分 SP 簡単に稼げる。ちょっとじらして増えてもらってみたいなね、やり方ね。全然増えてくれないパターン。ちょっとするする。で、とりあえず行こうか。
2段ジャンプからのこれで届くはず。あ、そうか、まだ攻めるんだね、この辺から。余裕。あれ？なんもねえぞ。なん、あれ？なんもねえ。あれ？なんでなんもねえんだ？なんもない？あれ？あれ？おかしくね？ん？あれ？マジで？あれ？なんかおかしいな。トール編ってなんもないのか？あれ？他のキャラの時なんかあったよね。え、これ、あれ？行き止まりだね。ん？なんもねえぞ。なんか置いといてよ。せっかく来たんだから。あれ？本当に？マジでなんもないね。あれ？せっかく来たのに。そうなんだ。あんま想定してなかったってこと？でも多分、だいたい、ここ、後で来るだろうって思った人いると思うんだけどな。まあいいでしょう。で、まだ行けるとこはないね。こっちも二段ジャンプで投げていけないとこがあって、でも今までのとこは多分大丈夫だったかな。なんかやり残しはないと思う。そこまで遡る必要はなくて、これ、やばい。セルスの優遇、行くわ、デニエル、はい、はい。イエス。そっか。ってなるともうあとはあの右上行くしかないね。ほう、ほぶ、ほぶ、ほぶ。なるほどね。いやでもさっき消せないな。なんもないことってあるんだな。だいたい透かしはないんだけどね。透かされましたね。あれ、ここ待って。ここってさ、なんもないか。他に なんかなかったっけ。いや、これさ、流砂で行けない、流砂っていうか、砂があって行きづらいところになんかあったような。あ、ここじゃないか。違うとこだな。で、あの、右下は一回行ってるから大丈夫だね。結構やり残しが気になる主義ってことね。気になる人なんですよね。で、ここ行ったから、あとここ行っただけ。多分ここだと回復するんだろうね。やっぱ安全な地帯だからかな。安全な地帯。安全地帯。お？イベントか。バトルじゃないだけどね、セーブがなかったから。ここでレアと会うのか。そんな気がしてきた。あ、ちげえちげえちげえ。あ、でもここだ。ここでレアが助けてくれるんだ。待ち伏せか。で、レアからもらうんだ。アンデッド対策を。いいだろ。倒れて勝てとなるがいい。こいつら無敵やからね。これいけそうじゃない通り抜けてきそうだけどね。まだちょっとイベントがあるから倒していこうか。なんか全然さ、いけそうなんだけど。倒れないな。倒すんだけど復活しちゃうんだよね。復活しちゃって、倒せねえこいつらーってなったところで多分レイヤーが助けてくれるんだよね。なんだこいつら。いくら倒しても魔力が吸収できない。まさか。びっくり。アンデッド。ち、厄介だ。誰すともが放った不死の魔物というわけか。鈴の力で倒していく。これは。なんとかなりましたね。あ。レアキターは黒真珠を持ってる。階層入りそうだな。久しぶりですね、トール。あの夜以来でしょうか。あれが最後の。なったのか。あ。レア、ようやく見つけたぞ。自分から現れてくれると手間が省けるというものだ。私もあなたに会えればと思っていました。一言文句を言えなければ気が済まなかったので。やっぱあれかな、黙って言ったんかな。文句。あ、フィーナを捕らえたことが違うんだよね。不器用感が。いいえ、あの日、あの夜、あなたが何の事情も話さずに地上に残ったことについてです。びっくり。それは、あー、そっか。だから儀式ってそのサルモン神殿の話で
そうなんだよね。サウル団長と一緒に地上に残ったっていう話なんだよね。儀式が成功し、神殿が浮上してから、サウル殿とあなたの話を聞いて、私とフィーナがどれだけ悲しみ、傷ついたのか、あなたには想像もできないでしょうね。大切な友人が、一言も相談してくれないまま、彼らの人となってしまって。私たちを友人と言ってくれたのは、所詮偽りだったのかと。違う。君たちを大切に思っていたからこそ、まあ不器用ですから、まあ、私もねすごく不器用なんで、なんかトールには思うところがあるわ。びっくり。ふふ、相変わらず不器用ですね。本当にね、もう悲しくなるぐらい不器用だわ。この程度の演技に簡単に引っかかってくれるんですから。今更というものだ。今の俺は魔を受け入れ、君の挑みもバババババ今その舌が回らない。最近まずいな。なんかちょっと練習しよう、いろいろとね、発声練習じゃないけど。今の俺は魔を受け入れ、君の妹を捕らえた裏切り者に過ぎ、君と黒真珠をここで見逃すつもりもない。おとなしく捕まってもらおうか。にやり。それはできません。あなたはこのまま死なせたくありませんから。おっと、な、やはりそうだったのですね。本当に不器用な人。バカバカしい。俺が死ぬつもりだと、どうしてそんなことが。魔の根源を消滅させるためですね。お、トールの本当の真意というか確信に迫る。魔の根源は本体たる黒真珠を破壊しなければ消滅させることができません。あ、気づいてたんだね。しかしこの黒えらあーもうダメ。しかしこの黒真珠は神代に作られた至宝。神代だったよな。北の力、いえ神の力ですら破壊することは極めて困難です。ですが究極の魔なら。あ、そうなんだ。へえ、トールどこでそれを知ったんだろう。魔を取り込み続けて魔の根源と一体化すれば。ああ、そうすれば黒真珠とて破壊できるでしょう。はあ、でもダレスもそれを目指してんのかな。なんかそんな話なかったっけ。ですがそれは自殺行為以外の何物でもありません。魔の根源と一体化した状態で黒真珠を破壊する、それは自らを破壊するのと同じことを意味するのですから。なるほどね、トールはそこを目指してたのか。バカバカしい。びっくり。見るがいい、このおぞましき姿を。あの日君と言葉を交わしたトールファクトという男はすでに死んだ。今の俺が望むのは究極の力を手に入れることでイースを支配すること。魔の根源の消滅など願っているはずがもうやめようよ、みんなに見透かされてるから。トール、無理しないでください。その姿になって理性を保ち続けるのはとてつもなく苦しいはずです。そうなんだ。びっくり。かつてあなたは私にこう言いました。半人前が完璧であろうと無理をしても決して良い結果にならない。時には己の未熟を認め他人に頼ることも必要だろう。まるで自分に言い聞かせるような言葉だね、トールさん。あなたは決して半人前でも未熟でもありませんが、それでも私の目には他人に頼ろうともせずに無理をしているようにしか見えません。本当にファクト系の男は。ならば君たちはどうやってまだ根源を黒真珠に封じるつもりだ。魔を受け入れた時、俺は魔の根源というのがどのようなものであるのか知った。感じだというべきか。魔を無限に生み出し続けるおぞましくも美しい混沌の炎、それが簡単に制御できるのなら君たちはとっくにやっていたはずだ。数年前、
初めて魔物が現れた頃にでも、ならば今君たちは一体何をしようとしている。そもそもどうして二人だけで地上に降りてきた。まあなんかある意味似た者同士だよね。なんか結局黙って行動に移しちゃうところ、不器用だな。女神も不器用みたいな。トールもトールだよね。本当、まあ私もなんだかんだで一人でいろいろやろうとしちゃう人間だからはすごくわかるんだけど、まあちょっとなんか相談したりとかしていい方法を探すってことはできなかったのかね。何か隠された事情があるのではないのか。まあこの女神二人もね、決心してきたわけだからね。自分たちは結局だから自分を犠牲にしようとか思うときってやっぱ黙っちゃうもんだよね。で止められちゃうって分かってるからね。みんなが止めちゃうだろうから、事情を話さずに行動に移すっていうことになるわけだよね。そういうことを時にはやはり人はね、残酷とは言わんけど、なんていうかそういうことをしちゃうよね。ごめんなさい、あなたにだけは話したくありません。びっくり。あ、鈴もらいましたね。銀の鈴を受け取って、あ、いつかいただいたハーモニカのお返しです。お守りに持っていてください。では私たちがまだ根源を封じられれば最悪の危機は防げるでしょう。そしてあなたも魔から解放されるはず。されるのかな。どうか無理をしないで私たちに任せてください。トールって結局人間としての寿命っていうか残ってんだかな。その状態で魔を受け入れたんだっけ。何が死なせたくないだ。自分の方こそどうなってもいいような目をして。どうやら彼女たちは何かを隠している。なんたるうかつ。どうして今まで気がつけなかった。今一度フィーナから話を聞いてみよう。魔の根源はどうやって封じるのか。どうして二人だけで地上に降りてきたのか。よし、このままラドの塔に向かうぞ。ハーモニカ返さなかったな。渡したかったね、レアに。あー、足を取られる。なんかもうみんな不器用なんだからって感じだよな。あーとか、とりあえず装備しよっか。ちっちゃいやつ強いんだよな。ちっちゃいやつがね、これ侮れない火力を持ってるから。ちっちゃいのに囲まれたら一気に持ってかれるからな。手がまとめてから倒したい気もするんだけど、まとめすぎると私は。まだいっちゃう。最初は全滅させていきたいからね。さてと、これ結構ここはやっぱ、あ、なんか火力上がってません？敵の火力上がってんのは敵というか、この。トラップの火力もまた上がってる。同じマップでも後半の方がエグかと言って、これきついぞ。きついな。きつい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 。死ぬ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 。早くも死ねる。アイテムの、あー、ナイスナイス、マジナイス。ここでのレベルアップは本当に全滅させていきたくないレベルなんだけど、これは宿命、やらなければならない。
はアイテムが出やすいからなんとかなる。あいで、これどう食らうんかい、ここ食らうんかい。ちょっと一回セーブしたいな。セーブポイントはどこだ。ここはどうやって行かないか。仕掛けを作動させるのか。扉はカタクタさせられている。特に鍵穴の矢のものには足らない。うん、ああいてててて、やめて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 。痛い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 。タイミングが重要だね。こっちに仕掛けた頃。え、なんでなんで、今な、何が起きた。やっぱあれか、溜めていかないとダメか。溜めない、溜めが必要か。いや待って待って待って、ま、むずっ。え待って、ポンポンポンっていけなくない。溜めないでいけるのかな。溜めなしでいける。ちょっと待って待って待って、むずい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 。え、待って。まだ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 。冷静になる、冷静に。え、そんなむずいこれ。一番奥にいよう。一番奥の方から行こう。あ、いけるね。あ、またまた、危ない危ない。そうか。勝手に跳ねちゃうから。ここ溜めていこう。冷静でいこう。冷静に。オッケー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 。あ、ここで、あ、そのか。はいはいはい。これは下から行こう。下からの方が楽だろう。で、何があんだっけ。なんかだいぶ忘れてんな。バイトは全滅させていくのめんどくせえ。これの方が多分いいか。勝手に当たりに来てくれるもんね、これね。で、体力も回復できるから、そう、これ結構重要だね。いやでもな、全然まあまあ回復もできるからなんとかなるか。めっちゃカサカサいってる、やだ。あー、もうどっから来たの。